クンシラン族クリビアは、南アフリカ共和国とスワジランドに産する、ヒガンバナカの属の一つで、クリビアミラビリスクリビアミラビリスを除き森林の薄暗い場所に自生する。ランとつくが、ランカではない。クロンキスと体系ではユリカに含める。他のヒガンバナカの植物の多くは地中に林系を形成するが、 本族と近縁のクリプトステファヌス族、クリプトステーフェナスでは太い根を張るのみで、輪形はない、根の様子だけ見れば、桃園ではあるが、紫君シラらん族はガパンサスのものによく似ている。受け崎君シラらんクリビアミニアタの園芸品種が、日本国内ではよく、知られている。肉厚の葉と、オレンジ色の花を楽しむ、園芸植物。南アフリカの平原が原産。 ヨーロッパを経由して、日本には明治時代にトライした。ヨーロッパでは花を楽しむものとされていたが、日本ではおもとなどと同様に葉の美しさを楽しむようになった。それゆえ、古典園芸植物に分類される。竹樹粉による種子で育つ。発芽から開花までは2から3年ほどかかる。それゆえ、種子で増やすと個体差が大きい。近年は、 黄色の花のものも見出され、育種も進んでいる。君子ンとは本来クリビアノビリスクリビアノビリスを示す和名であったが、受け咲ンシ子ン、クリビアミニアタクリビアミニアタが普及するにつれ、受け咲ンシ子ンを君子ンと呼ぶのが一般となった。ありがとうございます。